まあそうでしょ。オッティと俺とニューヨークは全盛、アナログの機材 DJ って言っちゃいけカットで仕事としてやる、自分もそうなりたいな。ブルーハブの小野さんだったらしいです。今もね、新潟がそうやって活躍してるダンサーも、まあ、いるもんね。技術に対しても何に関しても、うん、ヒップホップは新潟は、うん、そういうスクールがあったんだよ。 DJ の DJ スクールが存在してたんだ。マジであった、そんな時からあった。だからみんなはそこでスクールを習いに行くから、ヒップホップの DJ っていうのはたくさんいたし、うん、ダンサーもたくさんいたな、うん、でもハウスはないから全部が、うん、と独学、うん、自己流、リミックスだから、そういう音楽 DJ の本だよね。リミックスっていうね、あの雑誌があったんですよ、うん、あの、うん、DJ とかね、そういう音楽の、そういう本がいくつかあって、それをずっと買ってた。そこで学んだかな。だってまだネットでこうやって検索できる時代じゃなかったじゃん。リミックスとか、なんだっけ、ちょっとど忘れしちゃったけど、付録で CD がついてくるんだよ、うん、そこに音源だけが入ってたよ、うん、とかそういうのは買ってたな。それ以外にはないね。まあ、その時ってその苦じゃないじゃん。全然楽しいし、興味あるからもう全然入ってくるし、うん、ってやってたと思うんだけど、なんかこうきつかったことがない。もともと趣味で始めて、趣味なのにお金をいただいてた。なんだけど自分を DJ って俺言えなかったの。やっぱそれでお金も稼げる人じゃないと DJ って言っちゃいけないっていう、だから人よりもちょっとストイックすぎて、そこは結構辛かったかな。自分で DJ って言えないっていうのは、その自分の中での葛藤っていうの。そうそれはずっとあったし、そもそも DJ を趣味でやった時に夢が叶ったらやめようと思ってたから、DJ をね。夢っていうの、その当時の夢は、その時の日本の一番最高峰のクラブが東京の あの麻布の方にイエローってクラブがあるでしょ、うんうんうん、イエローっていうクラブでメインフロアで DJ がやるっていうのが一個の夢で、うん、ちょっともう一個ちょっと周りと変わってんだけど、まあ普通に恋愛対象が俺は女性なんだけど。そうなん90年代のハウスゲイの文化とかがあったし、俺はゲイじゃないから、ストレートの人間が新宿の2丁目で呼ばれて DJ するっていう、この2つが夢だったの。イエローっていうクラブに関しては、木村光さんと一緒にメインフロアをやらせてもらうことになるし、うん、新宿2丁目にもストレートなんだけどゲストで呼ばれるんだよ、うん、で夢叶っちゃったのよ。それがどれぐらいのこと。10年ぐらい前になるのかな、もう。で俺 DJ やめようと思ってたんだけど、うん、その頃にはもうちょっと楽曲も作りたいなとか、もうちょっと例えば今渋谷だったらウームとか、そういうでかいとこでも DJ したいなっていう夢になっちゃって、次の夢が出たことによって、うん、やめれなかったのよ。多分結構どこも同じで、やっぱその手前の目標を、まあ夢というか、うん、その一番近い夢が目標があって、うん、だけど多分自然とその次の目標が生まれてきてたことだよね、うんうんうん、そういったこう目標を一個ずつクリアしていくことで、やっぱ今の立ち位置に来たみたいなことだよね、うん、自然と、うん、多分。そう、だから独立すんだよ。独立して DJ でもちゃんとお金を稼げる仕事としてやろうと思って独立すんだ。そっから俺自分のことは DJ って言えるようになった。そこまではお金をもらって、うん、あのお金はもともともらってたんだけど、自分の中のでもこの感覚の問題だもん、ね、そう、もう一個そこをこう切り替えると、うん、そういうところが自分の中ではっきりした時に DJ っていうものを言えるようになった、うん、DJ 辞めるのを諦めた時から俺は DJ って言えるようになった。初めはそういう目標のところでやってたんだけど、うん、多分やっていく中で次の目標が出てきたから、うん、多分もう多分辞めたくなかったからね、その時に。そう、結局そういうことだよね、うん、多分すごい好きで、うん、突き詰めていった結果がもう次の目標を多分自然と作り上げていて、うん、今度はその目標っていうのが例えばその独立するだったり、うん、っていうのをこういう小さい目標の一つに例えば制作もあったり、うん、もちろん現場での DJ もあったり、うん、まあ、J リーグのやつやってる、うん、あとなんかそういう、なんか新潟のそういうテレビ関係、うん、
あ、そう、あとラジオもね、そう、自分で持ってたよね、ラジオ番組。ラジオ番組やってた。曲自体がなくなっちゃったのは FM ポートって番組で、それ新潟の曲、新潟の曲、うん、で、うん、もう一個20年以上続いてんのは、FM ケントっていう、そっちはどちらかというとコミュニティ FM みたいなところは未だにやってるかな。それはあの俺が一回前に出させてもらったとはのは FM ポートっていうのの番組の回の番組だよね、あれね。そうそうそう、そのもう一個の今続いてるケントっていう方はもう自分の番組、もう自分の番組。あ、そうなんだ。 FM ケントさんはもともとは2時間番組で生番組で喋るし、スポンサーさんのが出たりとかもするし、うん、あ、こういう感じで喋ってディスカッションして、そうそう、そなんかね、スポンサーさんがね、映画のスポンサーだったの。だからその映画のやつをちょっと俺がチャチャ入れたりとか、うん、ナビゲーターさんその時ちゃんといるから、うん、チャチャ入れたりとかしながら、でも自分の DJ ミックスの時間があって、曲で DJ してそれが生で、で今は喋るのもなくなったけど、俺の DJ が、毎週何曜日だったかな分かんない、金曜日か土曜日に30分ずつ流れてるから、うん、今は。なんかそういう、でも今となってはそういうラジオの番組とかも楽しいでしょ。うわ、めちゃめちゃ楽しい。もともとラジオっ子だから。さっきの、あ、そー、なるほどね。そう、あ、そこで小学生の時に聞いていたラジオの、そう、目が出るんだね。そう、あー、なるほど。だから未だにラジオは好き。それもそれで一個の夢というか、そういう夢に向かって一個叶えたんだなみたいな感じには聞こえるから俺。いやー、だからオファー来た時はめちゃくちゃ嬉しかった。あ、でもそこでしょ。テレビに出るよりラジオに出る方がめちゃめちゃ、あと顔が見えないっていうのがいいよね。あ、まあじゃあ今そのラジオ番組やったり、もちろん制作やってる、DJ やってる、うん、まあ、さっきも言ったように自分でレーベルやってる、うん、まあ、それはちょっとダンスミュージックには特化してると思うんだけど、うん、まあ、でそれアンダーグラウンドの音楽制作してます、うん、で、あとはその J リーグの仕事とかはどういう感じなの。アルビレックスって今 今2に落ちた。カットで。ニュースとか見ててさ、うん、なんか DJ の悪い話とかをさ、うん、ニュースになるじゃん。なるね。それすごく嫌で、そっから急にテレビ CM もやるようになったりとか、新聞からオファーを受けたりとか、それは逆、考え方が逆になっちゃって何でもやりますみたいになっちゃうの。 DJ とかさ、そういう文化をやっぱりこう認知させたいとかさ、市民権をしっかり取りに行きたい、それは取りたいね、気持ちがあるから多分そうなったんでしょ。あるだけどやっぱその DJ のバッドニュースとかが入ってきてさ、うん、こんなんだからなんつうの、 DJ ってそういう風に見られちゃうんだよとかさ、まあその夜のクラブのシーンとかもそうだけど、うん、ダンサーもそうなんだけど、うん、なんかそういうところにちょっとこう違和感が多分どっかのタイミングであったんでしょうね。世間体が気になる、うん、で俺もそうだの時期あったからね、うん、周りはそうかも、そういう人もいるけど、そういう人じゃない人もいるんだよっていうのを見せたくなる。新潟日報っていうさ、新潟新聞みたいなさ、うん、ローカルのところにも出たりとか、うん、経済新聞みたいなところで、ちゃんと音楽で仕事をしてる人なんだけど、うん、ちゃんとなんか銀行さんとも付き合ってっていうさ、うんうんうん、経済新聞とかにも出るようになるんだよ、うん、オファーを絶対その趣味の時は断ってたけど、仕事になった時に急にじゃあそれ受けますっつって、じゃあ普通なんだけど、まあいい意味でそういうプロ意識がしっかりできたってことだね。だから仕事としてやるんだったらそういう見え方というか、そういうオファーを断るのは失礼だなっていう、お金をいただく以上ね、それで DJ も含めた音楽の仕事で仕事してる人が新潟にもいるんだよっていう見せ方もしたかったし、いやなんかその辺がね、俺結構すごいなと、まあ初めも言ったけど、今年の5月に出すアルバムも8曲9曲ぐらい共作してんだけど、うん、もうネットの環境は整ってるからさ、テレビ電話もできるし、うん、で音のやり取りもまあ、できるもん。メールでできちゃうじゃん。まあでも今このコロナでね、もう地方の時代だからね、だって地方にいてもやれること変わんなくなってきてるから、まあ全部は全部じゃないけど、そうなってきてるから余計だいぶ盛り上がっていくんだよね、やっぱ新潟もそうだし、うん、もう水面下の動きはやっぱこっち来ないとまあね、わかんないけど、それ以外の情報とかだったら意外とタイムラインはそんなに都内の人とかよりはないかも。人と会って生まれるものってやっぱね絶対あるから、うん、全てができないよね。全てはできない。新潟でこうね、7割8割ぐらいいて、2割ぐらいは常にこの東京のシーンにも一応いて、うん、
このなんかバランスってすごい良さそうだよ。ありきたりなこと言うけど、うん、遊んでる時はいい、こっちの方が、うん、でも住むんだったらちょっと落ち着いたところの方がいいかな。戻った時になんかなんだろう、ちゃんとやるじゃないけど、うん、あの新潟でも事務所構えて、ね、やってるもんね、うん、プロ意識が芽生えてきて、その事務所って独立して、うん、まあ、仕事する上でこうなんか気をつけていきたい、まあ、自分の中でこれは気をつけてるみたいな、なんかあるんですよ。趣味じゃなくなったっていうところはでかい。趣味って基本的にさ、うん、お金払ってさ、自分が楽しむものじゃん、うん、だから俺それでよかったの、うん、で仕事になっちゃうとそうじゃなくなっちゃうから、うん、だから趣味がなくなっちゃったんだよね俺。釣りしてるよね。そう、曲作ってる時自分の事務所でさ、朝までかかる時もあるし、うん、夜中の3時まで別に自分で決めれるじゃん。終わった後にじゃあ遊ぼうってなった時にさ、友達もう寝てるじゃん、みんなサラリーマンとかさ、夜釣りってんの。そうだから一人でも楽しめる趣味として釣り、うん、世間体の悪い職業だって自分でも思ってる、ずっと思ってる。そうっすか。はたから見た時に、うん、それって正直自分の価値じゃなくて周りがどう思うかだから、うん、悪いニュースが流れれば会もそうなんじゃないって言われちゃうし、うん、世間の見方を自分でこう客観的に見れるようになったことでしっかりとした自分を見せれるように普段から、うんうん、立ち振る舞いを意識してるっていうところが一番、そこは意識してる、うん、今は受けるっていうのはやっぱその違いだよ。職業として認めていただきたいし、パイが少ないじゃん、特に東京でも難しいのにさ、新潟なんてさらに難しいと思うんだ俺は、うん、でもそうやって仕事をしてる人がいる。でそれがさ、後々のさ自分の背中を見てた若い子たちが、うん、自分もそうなりたいなって思ったらやっぱ嬉しいし、じゃないとシーンはさ、どう新潟でそう思ってる人はどれぐらいいるか分かんないけど、俺はそう思ってるし、それが自分でやりたいなと思うし、そのためにはこういう音楽でもちゃんと仕事ができるっていう姿は見せなきゃいけないじゃん。意地張っててもだよ、うん、無理くりにでもだよ。なんか周りからの見え方とかもしっかり考えて行動するようになって、かつやっぱりそういう新潟の次に出てくる若い芽が育つよう気をつけてるってことなんだ、うん、だからレーベルを自分のレベル立ち上げた一番の目標、あの目的っていうのはやっぱそうやって若い子が新潟にいながらトラックでちゃんと世界に流通できるっていうフォーマットを、道しるべを作ってあげればいいわけじゃん俺が、うん、若い子ができないんだったら、うん、で今年も2人のアーティストが新潟在住で俺のレーベルから出すんだけど、うん、でもそれによって20サイト以上の世界配信のレベルからリリースすることになるし、うん、名刺にもなるし、うん、もしかしたらそっからもっとガンっていくかもしれないじゃん、違うレベルから、うん、でもその道しるべは多分もううちらは作んなきゃいけないっていうか、うん、俺よりもオッティの方がよっぽど若い子にずっと目を向けてたし、俺はずっと自分のことしか考えてなかったけど、うん、それこそオッティのおかげで、あ、俺もそろそろ若い子育てなきゃいけないなっていうさ、うん、受け皿みたいなところはもうそろそろ自分がなっていかないと、新潟のシーンに関しては俺は終わるかなって思ってる。だから新潟だから、勝手にね、新潟だからこそそれを今挑戦して、うん、作っているっていうところだね。やっぱ商業としてもちゃんとやりたいのよ、うん、一般企業とは変わらないところまでいけるかどうか分かんないけど、そのぐらいのレベルでやっぱ仕事をしたいから、行政みたいなところもちゃんと仕事ができるような人にやっぱなりたいわけだし、うん、でもそうやってるもんね実際。いや実際は新潟県となんかの仕事ともしてるとかもさせていただいてるし、うん、まあそれをやっていかないとやっぱ若いやつらは絶対出てこないよね、うん、そこに憧れないじゃん、うん、好きなことやってます、お金が入りませんで貧乏生活してますって、そんな夢のないことないでしょ。見栄えだけでやっぱ初めは憧れるからそこには入ってくるんだけど、見えない部分でもなんかこう体勢を整えておくというか、うん、しっかりこう説得力のあるような動きをしとくのがやっぱ大事だよね、うん、でもやっぱ若い時はね、表面が良ければみたいなところもあるから、ね、もちろんもちろん難しいんだけどね。もちろん今後は目先は5月に1回、まあ、自分の個人名義のアルバムを1回、うん、あそう今それやってるもんね。そう、それを出すのと、あとはまあレーベルとしては
まあ結構自分のレベルは県外の方が多いんだよ、うん、いいけどやっぱその地場の人でやっぱりリリースをしていきたいよね、若い子も含めて、うん、ローカルのローカルのアーティスト、新潟からこう東京、日本、世界っていう風に、うん、っていう風なところをなんか自分のレーベルを利用してくれてもいいし、俺が大したことないけどそれにしてもすごく有名になっちゃったってなったら、うん、俺もさ何クソって思えるし、うん、そういう人たちのクルーは作っていきたい、自分のレーベルでね。でまあそれがハウスだったりテクノだったり、まあ、ヒップホップだったり、まあ、全然何でもいいけど新潟の土台をもうちょっと上げたいかな、うん、自分のレーベルだったりとか自分が企画しているロストレインっていうパーティーがあってさ、電気グループの石野滝さんだったり木村光さんだったりケンシーさんだったりとか、うん、それこそブルーハブの小野さんだったりとかさ、いろいろずっとやってるパーティーはどちらかと言ったら俺が個人が今まで動いてたことをちょっと今度クルーとしてやっていきたいなと。東京と違ってね、地方みたいなところはもうそのジャンルの差がここでまとまる、ここでまとまるみたいなクルーが今少ないから、うん、だったら1個にまとめちゃって全体的に発信していければなぁとは思ってるね。地方もいいところだよね、そのコミュニティがやっぱみんなでやらないと成立しないっていうのは逆にいいことだよね。まあ良くも悪くもだよ、うん、東京ってやっぱ人口が多いから結構1個のところで固まって、まあ、形ができちゃうから横に繋がっていかないだよね、意外と、うん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 、なんか地方ってやっぱ俺も行って思うけどみんなこう横でしっかり繋がって、うん、まあいいとこ悪いとこあるけど全部一個の場所に全部が揃ってるから、うん、逆に言うと全部と仲良くしなきゃいけないし、うん、そうじゃないとなかなか厳しいのが地方じゃん、うん、だからもう逆に一緒にやってそこから広がってった方がいいかなとは俺は思う、うん、しっかり若い子たちにキャッチしてもらって、うん、キャッチするための道もやっぱり自分がしっかり用意をしていく動き、うん、こういうことをやっぱレーベルだったり、うん、DJ 全部の仕事を通して伝えていきたいみたいな。で道しるべだけ作ればいいんじゃない？砂利道はコンクリにはするかもしれないけど進むのは多分俺じゃないらしいです。なるほど、うん、砂利道をコンクリにはする、その道を歩くかはその子次第。そうすごい本当にいい最後まとめがしてもらえて、はい、よかったと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで今回はたまたまではありましたが新潟から海が、東京に来てくれたのでゲストでお呼びしていろいろ聞いてみました。チャンネル登録もお願いします。それでは。